今日の近藤健介さん。ヒロシが頑張って考えた本日の打順。打てない牧原を2番とか草。終わってんなこのチーム。相変わらず三もや投げを固定しない定期。また2番牧原だよ。でやっぱ大事外すよね。 W 強の相手先発は右投手に打たれてるんだけど、ヒゲ君には難しかったかな。早くやめろよグミどもが。大事が外されるのみんな知ってて笑った。終わってんな。なんで KO 優勝でお祝い気分からのクソスタメンでイライラさせてくるんだよこの監督。甲子園で感動している気持ちを一瞬で不愉快な気持ちにしてくるソフトバンクホークス。近藤健介さんの第一打席。イケメン待機。頼むぞ近藤マン。近藤はゾゾで打つの諦めてるらしい。この球場に合わせた打撃するとタデ狂うとかなんとか。デッドボール。報復やね。何しとんねん。続いて慶応高校の先輩の柳町さん。柳町行け。さあ慶応ボーイセンターフライ。ギマ進塁だなし。慶応おめでとう柳町の応援初めて聞いた。慶応おめでとうコールいいね。中村明さん。ヒットでつないで二塁一塁のチャンスで栗原さん。ナイスヒット。明うまい。栗原だってや。栗原怖い。頼むぜ栗原。キッチャーゴロゲッツーでスリーアウト。あ、ゲッツー。またデビュー戦で初勝利あげるんか。はあ。真ん中付近2つ見逃してゲッツーは草。やっぱ栗原上がってきても最初だけか。絶好球2つ見逃したな。一番最悪な攻撃してて草。こいつマジで大差が負けの時しか打たんな。栗原アホか。甘いチェンジアップに手を出さないでインの直球打ってゲッツーとか。監督も選手もセンスない。2回の裏有原さん。ツーアウト満塁のピンチを迎える。あ、こりゃあかんやつ。またツーアウト満塁か。きつい。荒れてるな。結構今日制球悪いな。引っかかって下に行ってるからまだいいけど、すっぽ抜けたら終わりや。有原オリックス戦以外だと荒れてんな。ファースト中村明さん。良い当たりのライナーをキャッチして失点を防ぐ。明さんたまらん。打った瞬間終わったと思った。明ありがとう。ナイスすぎるわ。めっちゃハラハラさせてくれるやん。明はほんま守備の人やな。うおおおお。明ありがとうございます。うわ正面やん。ついてないな。ホークスキラー中村、ロッテキラー中村、ロッテキラー定期。頼むで有原、お前で負けたらスイープやで。これはでかいな、有原助かったな。さすがアキラ。帝京魂。3回の裏有原さん、被弾で先制点を許す。ロッテは本当に助っ人を見つけてくるのがうまいな。またホームランか。何回も見た。ポランコに打たれすぎちゃいます。どんだけホームラン打たれんねん。ソロでよかったか。まあ有原さんの1失点は挨拶定期。あかんシルエットになってしまう。ポランコにやられすぎ。有原いつも通りのスタートやな。打てる外国人おるな。ホークスにも打てる助っ人欲しいわ。4回の表円陣を組んでの攻撃。牧原さん初球でワンアウト。不調で早打ち凡退マンになった牧原使うなよ。牧原いい加減初球たちやめたら。牧原トンネル抜けないな。いい加減にしろよ。牧原悪意なりにできることあるやろ。続いて柳田さん。なんかヒットを放つ。ギータヒット。ナイス。なんちゅうヒット。抜けるんか。安田サードで使わんのだけはほんとクソ。学パでもクソ守備やってたし。あ、ヘータ。近藤健介さんの第二打席。こんちゃんも続こう。イケメン打て。無理に打たんでええんやで近藤。近藤柳田とその他大勢のチーム。マリーンズジュニア近藤健介。イケメンの威圧感でフォアボール。やばいな、さすがに疲れてきたか。正念場やな中森。こんちゃんナイスお散歩。イケメン。こんちゃんナイス選球眼。7億のお散歩。続いて母校が優勝した柳町さん。ギーマ頼んだぞ。慶応優勝パワーで打て。慶応おめでとう柳町や。セカンドゴロで進塁だ。まあしょうがない。ツーアウト三塁二塁のチャンスで中村明さん。頼む明。明さん頑張れ。明様頼む。逆転のスリーランホームラン。アキラー。アキラさん復活したな。中村アキラ逆転ホームランきた。愛する男の帰還。アキラのホームランだ。あ、愛する男よ。くさ。お前がナンバーワンだ。アキラしか勝たん。こいつほんま。どうなってんねん。ワイのアキラー。サンキューロッサツマン。ロッテが何したって言うねん。アキラは調子戻してきたかな。あとは牧原か。アキラやっぱり頼りになるな。調子戻ってきたか。広大好き。殺意が強すぎる。
頭おかしいやろマジで。もうやだ、こいつ見たくない。続いて栗原さん、フォアボールで出塁。よし、あっさり終わらない。偉い、ナイセン。少しずつ乱れてきたか。続いて今宮さんはファーストゴロでスリーアウト。ワイラのアキラ戻ってきた。4回の裏、栗原さん、なんか交代。栗原もうあかんか。なんや、うんこでも漏らしたんか。怪我したか。また栗原はマリンでスペたのか。スペスペの身の能力者。4回の裏、有原さん、1点吐き出す。得点を吐き出してくスタイル。有原キレがないよ。やから2アウトからもったいないって。せっかく逆転したのに。有原でもダメか。藤原早いわ。逆転したら新速で有原が失点してるけど、ゴミかすバッテリーが適当に野球やってるからだわボケが。何や、何があったんや。続いて先ほどホームランのパワーさん。ポランコ怖いよ。ファーストフライでなんとか1点でしのぐ。有原って最初だけやったな。有原までザコ先発の仲間入りに並んでくれ。5回の表、三森さんライエンドヒットでつないでノーアウト3塁1塁のチャンスで牧原さん。まぐれのエンドラン成功。お前らエンドランたまたま決まったからって調子なんだよな。なあ、ええぞ三森。三森できれば盗塁してほしい。牧原だからゲッツーしかねん。なお巻きぐそ。牧原たまには仕事しろ。牧原ゲッツーはするなよマジで。ピッチャーゴロで三塁ランナーを挟んでアウトの間に二塁三塁で柳田さん。会がうまく時間作ってくれてよかったね。マッキーになんか作戦はなかったんか。またスクイズさせればよかったのに。巻きぐそ定期。これで何打席連続無安打や。上位に調子悪い人置くなマジで。ファースト正面のゴロもフィルダースチョイスで1点追加。ミモナイス。ミモリ偉いぞ。ギッちゃんもよく下がらせて取らせた。ミモリナイスラン。ナイスミモリ。柳田さん。近藤健介さんの第3打席。イケメン待機。近藤って構える時なんでしっかげるの。お前打つよな。ゲッツー。ブッサン。コンちゃん。このブサイク。7円。近藤で点取り連なら申し訳ないわ。個人軍やし。近藤打てんとあかんで。これは7億没収。今月近藤のゲッツーって珍しいな。6回の裏、母校優勝の柳町さん、母校の優勝を祝う真のイケメンのファインプレー。牧原なら歩いて取ってた。慶応おめでとう柳町。慶応ファインプレー柳町。7回の表、ツーアウト2塁で柳田さん、山口さんにファインプレーされる。すげえキャッチ。取るんかい、すげえな山口。お前変わったな。はい、来季も80億補強決定。プロ野球らしい守備。山口1歩目早いし藤原よりセンスあるやろ。7回の裏、有原さん、またパワーさんに被弾して1点差に。あかんな有原、この回までやろう。パワー枠さん。負けるわこれ。ポランコ来年はシルエットやろ。ポラコンホークス戦で打ちすぎやろ。おかしいだろ。腹の底から羨ましい。一発打てる外国人アホが。ソロなのが救い。さすがに反省しろ開拓や。ポランコ一人にどんだけやられるん。ポランコに何本打たれんねんバカ。外国人選手ハラスメントやめてよ。有原さん、ここで降板で藤井さんに。藤井頑張れ。藤井さん耐えた。藤井を中継ぎに戻したのがやっと役に立ったな。藤井ありがとう。エイズ忘れもいねろ。近藤健介さんの第4打席。イケメン待機。ホームラン打て。イケメンすぎる19号ホームラン。コメント、打ったのはツーシームです。とにかくタイミングを合わせることを考えました。アジャストすることができいいバッティングができました。1点差に詰められた直後に大きい追加点を取ることができてよかったです。はい、イケメン。うおうおうおイケメン。九州の福山雅治。イケメン天才イケメン。近藤19号は打ちすぎやろ。 FA ハラスメントやめろ。イケメン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 ふわー。大大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 近藤健介。7億のイケメン。近藤とかいう千葉ロッテマリーンズの金で育ったくせに何の恩も返さない非常者さ。マリーンズジュニア最高傑作の近藤健介定期。近藤、千葉は真っ先に移籍先候補から消しました。8回の裏、松本さん、ワンアウト二塁一塁のピンチに。モイネロの穴を痛感する。松本勇気は大体信用できない。空振り三振で2アウト。よしよしナイス三振。ワイルドピッチで2アウト三塁二塁に。落ち着いてくれ。空振り三振、なんとか生き延びる。ふう、よう踏ん張ったわ。2点リードで最終回の攻撃、
先頭は甲斐さん。追加点取らないと負ける。レフトフライ。続いて三森さん、サード強襲のヒット。続いて牧原さん、ヒットエンドランで久しぶりのヒットを放つ。おーおーおー、今は牧原のヒットが一番嬉しい。綺麗にエンドラン決まったな。続いて三塁一塁のチャンスで柳田さん。得点圏マサゴ定期。タイムリーで1点追加。柳田仕事できた。おー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 。近藤健介さんの第5打席。近藤、オスナ見せたいからもう点いらんで。マック2つ破って1点追加で4点差に。チャンスでしっかり長打決める近藤やばすぎ。もうこれ神様やろ。イケメンオブイケメン。7億の長打マン。中村明さん、ピッチャー強襲のタイムリーヒットでさらに追加点。ロッテ絶対殺すマン。またオスナはお休みかな。川瀬さんもヒットでさらに追加点。オスナ帰宅。ようやく3アウトでオスナさん帰宅。9回の裏、ヘルナンデスさん、デビュー。ニセモイネロ来た。ベネズエラの藤波慎太郎。ポランコさん、花火大会。ヘルナンデス、ポランコ草。意味ないホームランだよ。シルエット確定。デッドボール。これは草。痛い。タイムリー打たれて4点差に。早終われや。モイネロの代わりとは。2アウト満塁でヘルナンデスさん、交代。ヘルナンデス、楽しんでいただけたかな。カイノさん、ログイン。カカイノー。オスナこれマジで帰ってるやろ。悪夢、角中さん登場。角中とかいうタカフォンのトラウマ。角中、頭が。試合終了、勝ち。よう投げ切った。